皆さんこんにちは。スタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムの時間となりました。ここからの時間は場内ビジョン、そしてガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネル、こちらからですね YouTube ライブで配信をしていきます。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さん、ぜひぜひ今日このタイミングでですねガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録の方よろしくお願いします。改めましてこんにちは。本日のスタジアム MC を担当させていただきます千石浩一です。サポーターの皆さん、ゴールデンウィーク最終日必ず勝利しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは本日のヒートアップタイムゲストをお迎えしましょう。本日のゲストはガンバ大阪 OB 木場正夫さんです。どうぞ大きな拍手お願いします。木場さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではですねまずは木場さんの現役時代ちょっとですね、はい、VTR にまとめていますのでご覧いただきましょう。若いですね。細いです細いっていう言葉をいただきましたが、はい、入団は1993年はい J リーグ元年に、はいはい、ガンバ大阪に入団しました。はい、そして J リーグの初出場覚えてらっしゃいます？94年。あ、そうですね、アウェー湘南、あ、ベルマーレ平塚、はい、はい、覚えてます。そしてもう95年のこのシーズンからはですねリーグ戦に本当に数多く出場されてと、ですからガンバに加入をして、まあ、2年3年でこうチャンスを掴んでということですよね。最初はまあ怪我が多かったんですけど、うんうん、まあ、なんとか使ってもらえるようになりましたね、はい、96年初ゴール大阪ダービー、はい、アウェーの大阪ダービーで途中交代で5分ぐらいしか出てないんですけど、はい、そこで、はい、もう唯一の得点なんで J リーグ。あ、それダービーだったんですか。その1点だけだったんですよね、はい、だからもう貴重な今のはゴールシーン。そうですね、はい、さあそして、この2000年代に入っていきますと木場さんはキャプテンにも就任されてリーグ戦30試合出場でもうチームを牽引しました。まあ、この頃をね覚えてらっしゃるというねファンの方も結構多いのかなと思いますけれども、はい、こうやってですね鋭い読み、また強いねこの当たりも負けないこのフィジカルというものを前面に押し出したプレーというのがね木場さんの一つこう代表的なプレースタイルだと思うんですけれども、この2001年2002年あたりというのはですからもう怪我があろうとなんだろうと出続けるっていうそういう強いメンタルというのもあったわけですよね。そうですね、まあなんかまあ、僕自身もともと膝があまり良くなくて、ただまあメディカルのスタッフの方にまあいろんなこう手伝ってもらいながら、はい、なんとかこう試合に出続けた感じでしたね、キャプテンの時は。はい、まあね、今ではおなじみの宮本さんとそして遠藤選手と共にプレーをされた時期もあったりというですね、はい、そんなシーズンを経まして、そして2004年シーズンにはこのガンバでの出場機会というのが少なくなってきました。そしてこの2004年シーズンを最後に、退団ということになったわけですけれども、はいはい、まあ、木場さんはですねその後もガンバ大阪のさまざまな活動でもね、ご協力をいただいておりますけれども、はい、最後は海を越えたタイでのプレーというのもあってと。そうですね、2008年から10年まで、はい、3年間は最後タイで、はいはい、プレーさせてもらいました。さあということで改めまして本日ゲストはガンバ大阪 OB 木場正夫さんをお迎えしてお届けしていきます。では木場さん、もうおなじみではありますけれどもぜひ改めてファンサポーターの皆さんにご挨拶いただけますか。ガンバ大阪 OB の木場です。今日は皆さん絶対勝ち点3を取りましょう。はい、ありがとうございます。さあ、木場さんはガンバ大阪で長くプレーをされて、はい、その後さまざまなカテゴリー国内でね、はい、プレーをされ、そして最後はタイでということで、はい、いろんなサッカーを見てきて、そして現役を引退されて、さあ現在は何されてるんですかというところ。あ、そうですね、今、まあ、J リーグで、長くプレーさせてもらって、最後3年間、まあ、タイでプレーさせてもらった。タイでプレーした時にあのタイの選手の能力の高さっていうのをすごく感じて、はい、うん、まあ、そういった選手にもチャンスを与えてあげたいということで、まあ、自分で法人を立ち上げて、はい、2011年から約まあ10年ほど東南アジアから J リーグのプレーヤーを出すための活動をずっと行っています。うん、はい、少しずつその扉というのがね大きく開きつつありますよね。はい、そうですね、まあ、川崎フロンターレにいる、まあ、タイのチャナティップ選手を筆頭に
東南アジアの選手も少しずつ、まあ、J リーグでプレーするようになってきているので、まあ、その辺はすごく、まあ、今後も注目してもらいたいなというふうに思っています。はい、はい、さあ、それではですね、ここで本日のボールパーソン短歌を務めてくれる皆様をご紹介します。大阪国際大学サッカー部の皆さんです。皆様大きな拍手をお願いいたします。今日一日よろしくお願いします。さあ、少しずつキックオフの時間が近づいているということになりますけれども、木場さんは今日あのプレイヤーズフェイスタオルを首からかけてご登場いただいておりますけれども、はい、もうガンバ大阪ではね、おなじみの応援アイテム、ね、タオルマフラーはじめこうしたプレイヤーズフェイスタオル、こちらをですね、選手入場などの際にはですね、頭の上大きく掲げていただいて選手を迎えていただきたい。こちら選手展開全30種ございます。今日木場さんがねお持ちいただいているのは宇佐美隆選手のものですね。はい、場内外のですねグッズショップで販売されておりますので、まだお持ちでないという皆さんはぜひ今日ねこちら手に取っていただいて、こちらでガンバからスタジアム染め上げていただいてお迎えいただきたいと思います。木場さんどうもありがとうございます。さあ、木場さんはですからサッカーから少し離れたところでまた架け橋という役割を担って今サッカー界に携わっていらっしゃる。はい、そして、まあ、我々ガンバサポーターはこのダゾンの中継などで解説で木場さんの声をよく耳にしてもいますので、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そういうところでもね、あの木場さんのこの声、あ、そういや聞いたことあるなと思われている方もね多いと思いますけれども、さあ、あの木場さん、今シーズン、はい、ガンバ大阪また新たに木場さんもよく知る片野坂さんが監督になってというシーズンですけれども、はい、どうでしょう、やはり新しいサッカーを目指す上では今生みの苦しみ、そういうものを味わう時期。そうですね、まあ、片野坂さんが本当に就任されて、まあ、新しいことにトライしている、はい、状況だと思いますから、まあ、結果はなかなかね、うん、難しさは、まあ、ある、まあ、状況ではあるんですけども、うん、やっぱり積み上がってきているものも毎試合見ているとありますし、はい、まあ、今後本当に期待できる、うん、チームになっていくんじゃないでしょうかね。はい、はい、まあ、もちろんですね、ビジョン、そしてですね YouTube ライブでご覧いただいていますので、 YouTube ライブの方ではですねより突っ込んだ質問なんていうのをね届けてもらえれば、この後 YouTube ライブ内でね、木場さんにはですねどんどんお答えいただこうかなと思っておりますので、まだガンバのね YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはぜひぜひご登録の方お願いします。さあ、とは言いながらも、はい、このシーズンというのはどんどん進んでいきますので、はい、まずはやはりここホームで、はい、勝ち点3っていうのがね求められるのかなと思うんですが、間違いなく、まあ、今日の相手は神戸、関西同士でやっぱ負けられないっていうところがね、はい、選手サポーターの皆さんもあると思いますし、うん、ここで勝ち点3を取ることで、まあ、波にも乗ると思うので、はいはい、今日は大事な試合になると思いますね。やはりこの関西勢同士の対戦ということもありますし、ゴールデンウィーク最終日ということもありまして、今日はですね本当に多くのファンサポーターの皆さんがこのパナスタに駆けつけていただいて、この後行われる試合応援いただくということになりますけれども、選手目線で見ますとやはり大勢の皆さんにこうスタジアムをお越しいただいて、まあ、今はなかなか声を出して応援というのは難しいですけれども、でも応援をいただくというのはスイッチ入るもんですか。いや、間違いなく、うん、サポーターの方々のこの圧っていうのが選手の背中を押してくれますし、はい、うん、まあ、僕もこのスタジアムでプレーしたかったなって毎回思ってますけどね。はい、木場さんの現役時代っていうのはね、万博記念競技場、はい、我々今ゴール裏のねサポーターの皆さんのすぐ近くにいますけれども、はい、当時はまだ芝生の、そうですよ ね、ゴール裏芝生席だったっていうところもありまして、はい、まあ、万博は万博で、はい、本当にファンサポーターの方々が僕たちを後押してくれるような環境ではあったんですけども、うん、さらにこのスタジアムになって、うん、選手とこの、まあ、サポーターの方々の距離っていうのも近くなったと思いますし、物理的にも近くなりましたし、ね、はい、本当に、はい、ここでゴール決めたりしたら本当に気持ちいいんだろうなっていうような思いは毎回思ってますね。はい、はい、まあ、前節はね本当にこのサポーターの皆さんが、うん、一森選手の背中を押して、そうですね、前半終了間際の PK をストップさせたっていう実績もありますから、はいはい、そうですね、まあ、そこはまさしくキッカーの、シャビエル選手もプレッシャーかかったと思いますし、はい、まあ、そこが、まあ、あっての一森選手のセーブだったとは思いますね。はい、まあ、ですから今日はですねこのディフェンス面はもちろんですけれども、攻撃の部分でも、はい、サポーターの皆さんには
もう大阪らしく行ったれっていうようなね。そうですね、うん、まあ、内容を見ててもやっぱこうより、まあ、守備のところも攻撃のところもやっぱ積極的に行ってる時は、はい、ガンマのペースになる可能性が高いので、うんうん、はい、どんどん本当にホームの地の利を生かして、はい、積極的にプレーしてほしいなと思いますね。ですからもう選手はもちろんですけれども、サポーターの皆さんも様子見なんていうそんな時間はなく、はい、どんどんそうですね、お尻を叩くじゃないですけども、はい、背中を押す応援でね、チームバンバン盛り上げていってもらいたいなと思います、はい、さあ、そしてですね、ここまでガンバ大阪、はい、最後尾を、ね、預かる東口選手が怪我で離脱、はい、ただそうした中でガンバ大阪のこのゴールキーパー陣の頑張りっていうのは一つ今シーズン大きな収穫になってますよね。いや本当に今一森選手がね、レギュラーで、しっかり出てますけども、はい、まさにこう片野坂さんが、まあ、やるサッカー、まあ、後ろからこうしっかりとつないでいくようなところっていうのも、うん、足元の技術もしっかりとしてますし、まさにこうマッチしたゴールキーパーが本当揃っていると思いますね、うん、はい、はい、さあ、そしてですね、ここでそんなですねゴールキーパーチームピッチに登場しております。サポーターの皆さん、大きな拍手をお迎えください。そしてスタジアムガンバカラーに染め上げてください。応援アイテム掲げ、ぜひぜひ力を届けてください。さあ、いつも以上に大きなですねこの拍手というのがですね、市森選手、石川選手に送られておりますね。ありがとうございます。はい、まあ、今シーズンね、本当にこのゴールマウスをですね手堅くこう守り抜いてくれている2人がいるっていうのはですね、ガンバ大阪にとっての大きな大きなこの強みになっていると思います。さあ、今日もですね素晴らしいプレー期待しましょう。それではここで我らが熱き青虫からガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号3、百戦錬磨のディフェンスリーダー庄司源。背番号4、駆け抜けろ疾風怒涛の青い風、藤原浩輝。背番号5、ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者、三浦源太。背番号8、風穴開ける青の豪傑、小野瀬康介。背番号9、ぶち抜け叩き込め総国の大砲、レアンドロ・ペレイラ。背番号11、恐れろひれ伏せ雷ドリブラー、ウェリントン・シューバー。背番号14、進化は続く総国の彗星、福田雄也。背番号15、暴れ回れ一心不乱の青き狼、斉藤美月。背番号17、ピッチに潜む総国の狩人、奥野航平。背番号18、止まらない縦横無尽の重戦車、パトリック。背番号20、燃え上がれガンバのディフェンス闘神、クォン・ギョンウォン。背番号22、攻守の要衝青き砦、市森淳。背番号23、たぎる闘争心、勇猛果敢なソルダード、ダーワン。背番号24、サイド揺さぶる総国の早草、黒川圭佑。背番号25、大前自弱総国の守り手、石川圭。背番号26、サイドをかける青黒の貴公子、柳沢光。背番号37、勇敢なる一撃青の希望、柳広人。
背番号41、その名を刻め、青黒の若きプリンシパル、中村治郎。以上、我らが熱き青の力、ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあ、木場さん、18人、はい、今日は以上のようなメンバーとなりましたけれども、まずオフェンス面で注目、期待をしている選手いれば教えてください。前節も先発で起用された中村治郎選手、ユースから昇格をして、前節先発で、起用されて、と積極的な仕掛けっていうのも見せてくれてましたし、得点とかが、来ればさらに、ガンバの力になってくれると思いますから期待したいですね。やはり宇佐美選手が怪我で抜けて、また少し一つのプレーで違いを生み出せる、そういう期待っていうのも中村選手には我々期待を持って見ているんですけれども、そうですね、前節もサイドで2人がこう守備に来た時も、剥がしていったり、あとはミドルレンジからシュートと、あとフリーキック、コーナーキック、彼の左足から繰り出されるパス、もうガンバの力になると完全に思うので、今日は本当に注目していきたいですね。ここでぜひ中村治郎ここにありというのを、見せてもらいたいと思います。さあ、そしてディフェンス面の方ではどうでしょうか。そうですね、庄司選手もそうですし、コン・ギョンウォン選手も、三浦選手も、代表クラスのセンターバックが揃ってますから、勝ち点、取るためにはまずは失点をしないということもすごく大事なことなので、その辺も注目して今日見ていきたいですね。攻守両面において、注目期待をする選手ということで名前を挙げていただきましたけれども、さあ先ほど、映像の方ではロッカーからですね、いよいよピッチに向かうであろう選手たちの映像を捉えておりましたが、さあここで我らが熱き青の力からガンバ大阪フィールドプレーヤーピッチに登場しております。改めてサポーターの皆さん、大きな拍手をお迎えください。ガンバ大阪選手の皆さん、今日は必ず勝利を、最高の日曜日にしましょう。よろしくお願いします。さあ、大きな拍手チーム選手に送られております。ここからいよいよ試合に向かってギアを上げていくということになるわけですよね。天気もいいですから、木場さん、いや最高のコンディションなんで、あとはもう勝利するだけです。ぜひぜひですね、今日の試合、選手たちの頑張りというのを、サポートするような我々も応援をしていきましょう。さあ、ビジョンでですね、お届けしていきますヒートアップタイムはここまでとなりますけれども、この後も引き続き木場さんにはお付き合いいただきまして、ガンバ大阪の YouTube チャンネル、こちらの方で YouTube ライブで配信の方をお付き合いいただくことになります。まだガンバのですね、YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんは、ぜひこのタイミングでスマートフォン開いていただいてご登録よろしくお願いします。この後は池田琴美さんにバトンタッチをしてヒートアップタイムお届けしていきます。2022年ガンバ大阪ファンクラブ会員募集のお知らせです。ガンバ大阪ファンクラブは様々な要望に沿った5種類のコースに分かれています。ガンバガンバ大阪ガンバガンバガンバ大阪ガンバ。今日もいつも通りテンション高いですね。なんかいいことでもあったんすか。実はじゃじゃーん、ガンバのファンクラブに入っちゃった。トータ君どのコース入ったんですか。そりゃプレミアムメンバーしかないっしょ。プレミアムメンバーでは選手と交流できる限定イベントに参加できたり、好きな選手の名前、背番号が入ったオーセンティックユニフォーム、そしてガンバ大阪のエンブレムが入ったアンブロ製オリジナルリュックがついていきます。早めに持ち込んだ方がいいよ。僕のおすすめはゴールド会員。ゴールド会員の特典にはみんなのアンケートで決めたオリジナルリュックとメッシュトートバッグ、そして招待特典が3試合分ついてきます。ゴールド最高。プレミアムメンバーゴールド会員もいいけど、やっぱりレギュラーもおすすめ。3100円で招待特典1試合分とさらにイヤーブックがもらえます。レギュラー会員ありすぎ。家族がいる方にもファミリー会員。2000円で招待特典1枚がついてきます。ファミリー。そ
して中学生以下の子供にはジュニア会員がおすすめ。ジュニア会員は1500円でジュニア限定のオリジナルリュック、ベントの応募、参加権利、さらに2試合分の招待特典がついてきます。2022ファンクラブへはガンバ大阪オフィシャルホームページまたは場外ファンクラブブースにてお申し込みください。よっしゃ、みんなこれでファンクラブ入ったな。一緒に行くよ、せーの、ガンバ大阪オレ。メンタル強っ。ぜひご入会ください。 YouTube ライブをご覧の皆さん、こんにちは。ここからのヒートアップタイムは私、スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いいたします。そして引き続きガンバ大阪 OB の木場正夫さんにもお付き合いいただきます。木場さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やはりゴールデンウィーク最終日、そして晴れているということもあってか、はい、本当にたくさんのファン、サポーターの皆さん駆けつけてくださっていますね。そうですね、試合前からやっぱりかなり盛り上がってますし、うん、そうですよね。はい、今シーズンここまで本当にファン、サポーターの皆さんが駆けつけてくださっているのがやっぱ今日一番多いなっていうイメージがあります。はい、いやこの声援は本当力になりますよね。相手が神戸ということもありますしね、はい、負けられないということもあるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり関西同士の、はい、あの試合ですからね。はい、この YouTube チャンネルなんですが、まだチャンネル登録をしていないという方は今ぜひここのタイミングでチャンネル登録お願いいたします。そしてガンバ大阪へのコメントだったり木場さんへの質問もたくさん、はい、お待ちしていますので皆さんコメントの方をお願いいたします。ではまず最初は第11節北海道コンサドーレ札幌戦をダイジェストで振り返ります。 VTR ご覧ください。ホームで行われました第11節コンサドーレ札幌戦です。この日木場さん、はい、実際に解説されてましたよね。そうですね、ダゾンで解説させていただいてました。はい、改めてこのダイジェストでも解説をお願いいたします。そうですね、まあ、中村二郎選手が、ね、やっぱ先発起用されてこういった、まあ、シュートのところも積極的に、はい、まあ、出てましたし、はい、まあ、いい部分というのはかなり出ていましたよね。そうですよね、はい、ここもコーナーキック中村二郎選手が蹴った正確な、はい、まあ、ボールをまあ、ニアで奥の選手が合わせて最後レアンドフェレイラ、はい、まあ、いい流れでしたよね。ここもまだまだこういい流れ続きますよね。はい、まあ、押し込まれる時間はやっぱ長かったんですけども、はい、やっぱ奪ってから早くっていう意識は、まあ、ガンバの方も取れてましたし、うん、はい、ここもシュートで、まあ、小野瀬が選手です、はい、がね、まあ、追われたっていうのは良かったと思いますね。でこの試合一番の見どころといいますか、はい、そうですね、まあ、PK 取られましたけども、はい、まあ、シャビレ選手が1回こうフェイントを入れるんですけど、はい、まあ、そこで一森選手そこでこう動くことなくね整体をして、うん、でしっかりとコースを読み切って、はい、まあ、完璧なセーブでしたね。でまたこの後のコメントで、はい、そのコーチ陣の分析だったりっていうのがすごい助かったっていう、はい、そのコメント人柄もいいなって思いました。そうですね、謙虚さがね毎回一森選手のコメントに現れてますよね。はい、そしてまだパトリック選手も、うん、ここも決定機でしたね。はい、チャンスは少なかったんですけども、うん、まあ、こういう少ないチャンスを決めきれるとね勝ち点3も来ると思いますね。そうですね。でまだここから柳沢選手が、はい、途中交代でまあ入ってきてかなりこう、はい、高い位置を取れてましたから、うん、ここも小野瀬選手がよく柳沢選手のことを見てましたね。あ、また一森選手、ね、何度かこういう決定機もね、はい、後半もあったんですけども一森選手落ち着いて対応してましたよね。うん、これも、はい、いいシュートだったんですけど、そうですね、こう、まあ、シュートの積極性っていうのは非常に、まあ、いいと思いますね。はい、あそこでこう考えているとやっぱり、うん、まあ、奪われることもあるでしょうし、はい、でまた一森選手がかっこいい姿を、うん、1対1の状況でもこうあまりこう飛び込まずにね、うん、しっかりと対応してましたね。今冷静ですよね。はい、でここはウェリントン・シューバ選手、うん、このまま試合は0対0の引き分けで終了となりました。はい、でも私一森選手が PK を止めた瞬間の映像、はい、お家に帰って本当に何回、はい、何十回と見直しました。僕もしっかりと解説できているかなっていう観点で見直してましたね。そういった観点で見直しをされるんですか。見直してましたね。ちょっとその解説目線の、ね、お話も今日ちょっと聞きたいなと思うので、はい、ちょっといろいろと皆さん、ね、質問の方もお寄せください。まあ、今一森選手も映っていますけれども、うん、この間の試合の PK 止めたっていうのもありますけれども、はい、他の試合でも本当に果敢なプレーもナイスセーブたくさん見せてくれてますよね。うん、はい、まあ、守備範囲が本当に広いので、うん、まあ、クロスへの対応だったり、はい、
あとはディフェンスラインがこうハイライン引いている、まあ、後ろの、ねうん広大なスペースもしっかりとこうフィールドプレーヤーのようにそうですよね、はいまあ、対応、まあ、足元の技術が本当にしっかりしているゴールキーパーなので、うんはいまあ、その辺も、うん、今の好調に、うんまあ、彼自身の好調なところではありますね。確かに今まで10人のフィールドプレーヤーが急にこう11人になるとやっぱり相手チームもちょっとどぎまきしちゃうものですよね、はい、そうですね。特に片野さんがされようとしているサッカーというのは、うんまあ、後ろからしっかりとこうボールをつないで、はい相手が来てもしっかりとそこをこうかわしていくような、はいサッカーなのでそういう意味ではそういうゴールキーパーの足元の技術とかが必要になってきますから、うんまあ、すごく今そのサッカーにマッチしていると思いますね内森選手は。はい、ではその現役時代のお話もお聞きしたいんですけれども、はい、個人的にすごい気になるのが、はい、プレーもなんですけれども誰と仲良かったんだろうという仲良かったのは、まあ、同級生でいうと、はい、今アカデミーダイレクターの松並が、はい、同級生で一緒に高校卒業して入団したのが、まあ、人だったので、はいまあ、今も OB 会会長副会長という中で、はい、仲良くさせてもらっていますし、まあ、現役の時も仲良かったですし、うん、あとはそうですね宮本恒康、はい、前監督かな、はい、もうすごく2つ下の後輩ですけど、はい、すごく仲良くしていて後輩ですけども本当に後輩じゃない、完全に向こうの方が上みたいな、それはどういったところでそういう風に考え方とか、まあ、むちゃくちゃしっかりしてて、はい、逆に僕すごいアドバイスをもらうような、はい、感じのこともありましたし、うんまあ、その辺はすごい仲良かったしね今考えると、はい、そしてコメントもたくさん来ていまして、はい、先ほど仙石さんと のヒートアップタイムの時に、はい、東南アジアからこうサッカー選手を日本にっていうところで、はいJ リーグってやっぱ日本の J リーグって人気なんですかっていう質問来てるんですけど、はい、東南アジアの中では、まあ、イングランドのプレミアリーグとか、はい、あとはまあスペインリーグ、うん、ブンデスリーガ、まあ、セリア、はい、もちろん人気はあるんですけども、はい、やっぱ J リーグにチャナティップ、はい、タイの選手がいるということで、タイの人たちそれから東南アジアの人たちもすごく注目をしているリーグで、今のチャナティップのような存在がもっともっとこう J リーグに出てくれば、はい、例えばベトナムの選手がいればベトナムの人たちもすごく注目をするでしょうし、はいまあ、インドネシアだったりマレーシアだったり、うんまあ、そういう、まあ、いろんな東南アジアの選手が J でプレーすることで、はい、もっともっと関心は高まると思います。はい、そしてそれに引き続きなんですけれどもガンバ大阪へのもそういった東南アジアの選手なんかいい人を連れてきてくださいっていうのはありましたそうですね、ここだけの話何回かトライはしてるんですけど、そうなんですか若い選手をちょっとこう練習参加させてもらったりとか、はい、ただ、まあ、現実的な問題として本当にこの J1 のレベル、うん、レベルが高い中で活躍できるかっていうところが一番のポイントなので、あ、なるほど、もうワンランクこう上げたところでそういうアプローチができたらいいのかなと思っているので、うん、でもそういったアプローチをされているということは、はい、本当ガンバ大阪にも未来にはこう東南アジアの選手も入ってくることもあり得る、はい、ということなんですね。もちろんそうですね、うんうん、ガンバ大阪の名前っていうのが、2008年にクラブワールドカップで、はいはい、ガンバ大阪とマンチェスターユナイテッドが5対3の試合を、ね、やったじゃないですか、はい、あの試合っていうのが結構東南アジアの中でも、うんみんなこう知られてて、っていうのがさっき言った東南アジアではプレミアリーグの人気がやっぱ高いんですよね、はい、でそのマンチェスターユナイテッドとその打ち合いをしたガンバ大阪、うん、っていうのですごく有名な感じなんで、はいまあ、そういうガンバ大阪のブランドをもっともっとアジアの中で、まあ、広めていってほしいなっていうのは、まあ、OB の立場からも思っています。はい、もっともっと本当世界的にガンバ大阪がもっと魅力的にこう伝わるといいですよね、はい、今後、はい、あとガンバ大阪時代にキャプテンもされていたということで、はい、やっぱキャプテン素人目線なんですけれども大変だろうなっていうざっくりなこう気持ちがあるんですけど、そうですね、大変というか、うんまあ、僕自身は自分のプレーをしっかりすることで、はい、チームを引っ張っていきたいというスタンスでいましたし、まあ、さっき出た宮本恒康だったり、はいまあ、下には稲本潤一だったり、はいまあ、やっともいましたし、うんまあ、いろんな代表を、まあ、経験している選手がたくさんいるんでね、はいまあ、そういう子たちが本当に輝けるように、うんまあ、縁の下の力もじゃないですけど、はいまあ、うまくこうサポートしていくような環境が、うんまあ、必要だなと思って当時は務めてましたね、キャプテンは。なるほど、まあ、そのプレーで見せるというところもですけれども、多分多少なりこう声かけ的なことをなんか意識的にしていたことってあるんですか？そうですね、まあ、チームが本当にいい時はほっといてもいい流れで行くんですけど、うんはい、やっぱりこう悪くなった時に、うんチームが一つになってバラバラにならないように、はい、例えばちょっとしたタイミングでミーティングを行ったりとか、へー、はいまあ、そういったことは注意しながらキャプテンを務めてました。あ、はい、すごい、やはりこうキャプテンってなるとこうプレーだけじゃなくてこういろんなことを考えながら、うん、試合以外のこともやっぱり
いろいろとされるんですね。そうですね。あとは、まあ、キャプテンって、まあ、J リーグのどのクラブでもやっぱ1人しか行えない、うん、立場なので、はい、まあ、そういう意味ではむちゃくちゃプレッシャーもありましたけど、はい、やっぱり勝った時の喜びっていうのは普通にプレイヤーでいるより、はい、まあ、キャプテンで勝った時の方がその喜びっていうのは何倍何十倍もありましたから、はいはい、そういう意味では自分しか経験をさせて、自分しかできない経験をね、うん、させてもらえたっていうところは非常にこう感謝してますね。あ、なるほど、はい、またこう試合前に行っていたルーティーンだったり、こう絶対前日はこれを食べると か、はい、なんかそういうのってあったんですか。はい、いや、ルーティーンはほとんどなかったと思いますね。ないですか。ほうほう。最近思うんですけど、はい、僕も現役離れて、うん、もう何十年も経ってるんで、はい、現役の時どうやったかなみたいな感じで結構思うことが多くて、はいはい、ルーティーンはほとんどなかったと思います。はい、じゃあもう結構普段通りこうナチュラルなこう、うん、心でこう挑むという。そうですね、はい、なるほど。でもどちらかというと自分がこう気持ちを高ぶらせて試合に入っていく方が、はい、まあ、よりこう試合に入りやすい、うん、自分の性格上っていう感じがあったので、はい、うん、できるだけこう気持ちを盛り上げて、はい、もしやるぞっていう感じで試合に入っていってました。だから今、はい、選手の皆さんがバスから降りてくるときに、はい、結構音楽を聴いてる選手も多いじゃないですか。はいはい、やっぱりああいったものってこう一人一人違っていろいろ聴いたりとかしてるものなんですか。うん、違って多分リラックスの意味とか、うん、やっぱり今僕がお話しさせてもらった、はい、気持ちをこう盛り上げたり、うん、そういった形で多分みんな自分でコントロールはしてると思いますね。あ、なんかちょっと私個人的に選手の皆さんが何の曲聴いてるかとかすごい気になりますね。あ、聞いてみたらいいじゃん。ちょっとどこかで、そうですよね、木場さんももし聞くタイミングがあれば聞いてみてください。そして教えてください。では続いては、選手と監督の前日会見の様子をご覧いただきます。 VTR どうぞ。まあ、4-4-2で同じような形のチームだなと思います。まあ、でも前というかメンツはすごいいい選手、代表クラスの選手がいっぱいいて、なんであの順位かは分かんないんですけど、まあでも、うん、強いという印象はあります。うん、もっと攻撃で違いを作れたらなと思います。まあ、この間マンツーマンでちょっと難しい部分もあったんですけど、まあ、何個か違いを作ってチャンスは作れてたので、まあ、そういう部分をもっともっと増やしていければ得点にもかかっていけるのかなと思います。相手の監督の特徴あるサッカーをしてくるの分かってた中で、まあ、ボールは支配されるところはちょっと想定してた部分はあったんですけど、まあ、ちょっとバタついてしまった時間帯とかがあって、でもそういう中でもしっかり、まあ、純君中心に粘り強い守備はできてたかなと思います。まあ、そうですね、前半がいつも慎重になりすぎている部分もあるかなと思う。後半、まあ、終盤にかけてこうゴールを取りに行かないといけないっていう意識を全員が持つとやっぱりチャンスが増えたりとかしてると思うので、まあ、そういう意識を90分通してやっていければいいかなと思います。ここ数試合得点を上げれてないので、まずは得点をやっぱり取らないと勝ち点3は取れないので、まあ、そのためにじゃあ何が必要かっていうことを共有したことと、勝つためにどういうものを表現しなければいけないかっていうことを90分切らさず、そして先発スタートの11人だけじゃなく試合に絡む選手全員でそういうところを我々の強みとして戦おうということを言ってきました。ロティーナさんもいろんな策を持っている方ですし、我々に対しての準備期間がある中でメンバー含めてどういうふうに来るかということが、まあ、分かりづらい今状況なので、それに対して自分たちがいろんなものをこう相手が来たことに関しても柔軟に対応できるように準備することと、ロティーナさんは非常に守備のオーガナイズもしっかりされて攻撃もある程度の立ち位置を提示されるような形で非常に嫌なことをされる印象があるので、まあ、それに対してっていうところでも自分たちの狙いがしっかりと合えば相手の守備を崩すことができるし攻撃を管理することもできると思うので、まあ、そういうピッチに立っている選手が共有してそこにパワーを注げる状況を作ることが大事かなと思います。はい、選手監督の前日会見の様子をご覧いただきました。
やはり福田選手もおっしゃっていましたけれども、代表クラスの選手が本当たくさんいる、はい、ヴィッセル神戸、はい、そして ACL も勝っていてという、やはりこうちょっと勢いはあるところだと思うんですけれども、うん、前半からガツガツ行くべきですよね、うん、そうですね、やはり攻撃のところに、神戸はかなりこう強みを持っていると思いますから、はい、そこを出させないためにも、うん、しっかりと守備から入って、はい、今おっしゃられたガツガツ行く必要があると思いますね、はい、あと監督もやっぱスタートの11人だけじゃなくて全員で戦う、うん、本当もうそういうことなんだなってこう改めて思いますね。そうですね、やっぱりまあ、コロナになって5人交代があるので、うん、はい、その5人のこう枠をうまく活かしながら最後までこうハードワークできるような状態っていうのを90分間続ける、うん、まあ、それがすごく大事なことだと思いますね。なるほど、まあ、その中でもやっぱこうキーポイントとなる選手っていうのはズバリどなたでしょう。そうですね、先ほどもちょっとお話したんですけど、はい、まあ、山見君がやっぱりこう起用されて変化を出せる選手なので、はい、やっぱドリブルとかいいですよ ね、 そうですね、ドリブルも出せますし、うん、まあ、シュート、パス、まあ、揃ってる選手なので、はい、まあ、彼がいかにこうゴール前にプレーできるかすごく大事だと思いますね。お、なるほど、はい、まあ、そしてもう最終ラインには一森選手がいてという、はい、本当心強い選手がガンバ大阪にたくさんいますから、うん、はい、本当に個々 の、 この素晴らしいところを今日存分に見せてほしいですよね、はい、そうですね、まあ、神戸もかなり、ね、はい、タレント揃ってますけども、はい、そこに臆することなく、うん、やっぱガンバはやっぱ自分からこうチャレンジして仕掛けていくってことがすごく大事なことだと思いますね、はい、うん、確かに奥野選手も前半が慎重になりすぎてるからっていうふうにもおっしゃってましたもんね、はいはい、どんどん積極的に相手の裏を狙ったり、うん、ランニングで抜けていったり、まあ、シュートも積極的に打って、はい、でそこからさらにこうプレスをかけてボールを奪いに行くっていうような感じで、はい、うん、どんどん仕掛けていってほしいですね、はい、あ、まあ、今日も本当さあの前節も本当にあのゴールあのシュートのシーンがたくさん見れたので、うん、はい、もっともっと本当見たいですね。そうですね、うん、あとはもう決めるかどうかなんで、はい、決まれば勝ち点さん絶対来ますし、はい、どんどん攻撃を仕掛けていってほしいと思います。そうですね、もう今日は本当勝ち点さん、はい、ゴールシーンみんなで喜びたいですね、はい、はい、間違いないですね。そんなガンバ大阪を身近に感じられるグッズご紹介します。本日は2つご紹介します。まずは大きくエンブレムが入った夏にぴったりのバスタオル、こちらです。実際に木場さんにもお持ちいただくんですけれども、本当にエンブレムが大きくドーンと書かれています。こちらあのお風呂のお風呂上がりももちろんですけれども、今後ねプールだったり海に行った時に拭いていただいたりとか、あとちょっと寒いなという時お家で膝掛けのようにね使っていただいてもいいかなと思います。こちらは税込みで4400円です。続いてこちらはミニフラッグを振ってガンバを応援しようということで、可愛らしいフラッグとなっています。木場さんにもお持ちいただいています。可愛いサイズ、可愛いサイズですね、いいですよね。あの振るのもいいんですけれども、はい、あのデスクだったりに下に吸盤がついているので、あ、そうですね、はい、立てることができるんですよね。なるほど、なので試合以外の日はもう常に近くにガンバがいるっていうことですね、はい、そうなんです、感じられるグッズとなっています、はい、こちら770円です。両商品ともオンラインショップでの販売は来週から予定していますので、皆さんオンラインショップぜひ覗いてみてください。はい、今回もねいいグッズが本当たくさんということで、皆さんお気に入りのものをね探していただきたいですね。そうですね、まあ、新しくエンブレムになりましたし、はい、デザイン性がね、まあ、非常にある、うん、はい、エンブレムなので、まあ、そこでもガンバを楽しんでほしいなと思いますね、はい、そうですね、はい、あのたくさんあの今回も質問が届いていまして、はい、木場さんへの質問、解説大変ですかってやはり私も解説のイメージがちょっと強いです。あ、そうですか、はい、大変なところなんですけども、やっぱそういうお仕事をいただけてるっていうところの感謝の方が強くて、はい、うん、まあ、ガンバの試合はもちろん毎試合見てますし、はい、対戦相手、まあ、前回であれば札幌の試合を全、はい、その前の3試合ぐらいをね、はい、見るようにはしてます。ということは、はい、まあ、両チーム合わせて6試合、はい、そうですね、基本的に試合その解説の試合の前の6試合は見るようにはしてますね、はい、すごい、そんなに見てるんですか。そうですね、やっぱり選手の特徴だったり戦い方だったり、うん、っていうのをなんとなくこう自分の頭の中で整理しながら、はい、まあ、しっかりとノートにまとめて、で解説に臨むっていうスタンスを取ってます、はい、あと一つちょっと気になるのが、はい、やっぱりガンバ大阪を応援したい、はい、だろうなっていう私個人的に思うんですよ、はいはい、でもやっぱ解説はそんなわけには多分いかないじゃないですか、うん、そうですね、その気持ちってどうなんですか。気持ちはすごくコントロールしてますプロ、ガンバ大阪をもちろん応援する気持ちは強くて、ガンバのホームの時、はい、ただまあ相手の、うん、サポーターの方々がよりダゾーンの映像を見ているので、はい、もちろんアウェーの、はい、方々チームの
情報っていうのをしっかり入れて発信するようにここ心がけて行っています。うわでもこうガンバファン、はい、サポーターからすると解説するとき絶対ガンバのことめっちゃ喋っちゃうやろなとかあとやっぱこうガンバ目線で聞いてるので、はい、ガンバの情報をよりたくさん聞くので、はい、ガンバ寄りなんじゃないかってちょっと思っちゃったりします。そうですよねだから、まあ、ガンバ大阪の話ももちろんするんですけども、はい、相手チームの話を、うんより多くすることで後で見直したときにちょうど、うん50、50ぐらいになってるかなっていう感じですよ。じゃあそのためにもやはりこう見直しをしているということなんですね。そうですね毎回見直して、うんもうちょっとこういう言い方の方が見ている方々に伝わったのかなとか、はいもう常に反省ばっかりですね。私木場さんの解説めっちゃ好きです、はい、あ本当ですか、はい、これからも楽しみにしてます。ありがとうございます。そして最後の質問なんですが、はい、背番号が3、はいはい、その理由って何だったんですかと。これがね僕が小学校で初めてサッカーした時につけた背番号が3番だったんですよ、はい、初めてもらった背番号が3 で、はい、でいつかプロになった時に3番をつけたいなって思ってたのがまずきっかけ で、はい、でガンバ大阪で背番号をこう変えるタイミングがあったので、はい、クラブに対して3番をつけさせてくださいっていうお願いしたのがきっかけでした。やはりその小学校の時初めてつけた背番号っていうのは思い出になっているんですね、はい、すごい思い出があって、うん、でその時のちっちゃい頃の写真もあるんですけど、はいそういうのもあってつけさせてもらって、まあ、タイに行っても3番というのを希望して、はい、タイのサッカーリーグでも3番をつけさせてもらったりとかして、はい、やはりこう選手の皆さんのその背番号への思い入れ聞くのもやっぱいいですね、まあ、それぞれ多分思いはあると思いますけどね、うんはい、なるほど、まあ、そういった、ね、こう楽しいコメントまたちょっと違う次回にもお聞きできればと思います、はいはい、もう試合が始まるということで、はい、ファンサポーターの皆さんへ熱い、はい応援コメントお願いいたします。そうですね今日は関西同士の、ね、対戦で、非常に厳しい戦いにはなると思うんですけども、はい、皆さんの熱い応援が絶対勝ちに差をもたらすと思うのでぜひ皆さんで応援しましょう、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。木場さんありがとうございます。ありがとうございます。この後はレフェリー並びに両チームスターティングイレブンの紹介があります。チャンネル登録がまだの方はこのタイミングでチャンネル登録ぜひお願いします。そしてしばらくこのままでお待ちください。パナソニックスタジアム吹田にご来場の皆様、 YouTube ライブでご視聴の皆様、ガンバ大阪のホームゲームへようこそ。ただいまよりガンバ大阪 VS ヴィッセル神戸のゲームに先立ち、レフリー並びにヴィッセル神戸スターティングイレブンをご紹介します。レフリー池内明彦、アシスタントレフリー大川直也、アシスタントレフリー熊谷幸孝、ボースオフィシャル蔦谷雄三、 VAR 山本雄大、 AVAR 八木茜、マッチコミッショナー加藤光雄、続きましてヴィッセル神戸スターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパー背番号1前川大也、ディフェンダー背番号24酒井豪徳、背番号17菊池隆法、背番号25大崎レオ、背番号19初瀬亮、ミッドフィルダー背番号33大木原貴博、背番号20井上志音、背番号5山口蛍、背番号11武藤義則、背番号16ゆるき光也、
フォワード背番号10大迫勇也、リザーブ背番号18飯倉弘樹、背番号3小林勇気、背番号14牧野智明、背番号7郷家裕太、背番号8アンドレス・イニエスタ、背番号9ボージャン・クルキッチ、背番号29リンコン、監督ロティーナ。片野坂智弘。